どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回は、スイレンさんの言霊50音名前占いという本がありますので、そちらを一部抜粋して読みたいと思います。今回は子が名前につく方の特徴ですね。子、女の人に多いですね。優子とかね、妙子とかね、女性に多いかなと思いますけども、子の白キャラですね。長所です。この言霊を持つ人は、堅実に物事を進めていくのが得意です。勢いで推し進めるのではなく、一つ一つを着実に形にしていく力を持っています。派手なことよりも常識的で、地に足がついていることが好き。毎日を楽しむ知恵にあふれ、日常の些細なことに喜びを見出す力を持っています。芯が強く、困難に負けない強さがあります。続いて、この黒キャラ、短所です。表に立つより裏方が好きであるため、慎重になりすぎて消極的になりがちです。水田流言霊開運術。粘り強く繰り返し続ける力のある人です。面倒なことを地道にやり遂げる持久力があります。様々なものを形にする能力を持っていて、最後まで諦めません。トラブルにあってもへこたれない真の強さを持っています。だからこそ、この言霊を持つ人の開運のコツは、自分の努力を自分で認めてあげることです。まだまだ頑張らないと、と謙虚な姿勢になりすぎてしまい、自分の力を否定しがちな面がありますが、一歩一歩着実に進歩していることを自分で認めることが大切です、と書いております。こと相性のいい言霊。ぬ、ゆ、わ。ぬ、ゆ、わが相性がいいですね。僕、ユなんでね、この人と相性いいですね。こう、補ってくれる言霊。さ、あ、り。補ってくれる言霊は、さ、あ、りです。はい、どうでしたか、この方。合ってるかどうかは、わかりませんが、こう書いてありました。はい、以上でございます。虹色音声終わりたいと思います。さよなら。